懐かしいのが、あなたに気にさせたからっていうのは、その当時、まあ、マンボに渡したけど、まあ、ゆかりさん用意で、まあ、採用はされなかったけど、なんか、塾もなんか、方針に合わないで、歌詞の内容は、まあ、確かにこんな人やけど、これじゃ、売れへんから困ると。私の歌詞に書いてある通りの人やけど、この歌詞じゃ、ゆかりさんは売れへんから無理やねん。潰れない魔法が欲しかったんじゃないの、弱気のままで二人いれるなら、だけど、C だけなんですかね。だけど答える言葉ならいくつもあって、変えることならかな、いくつもあって、あなたにずっと待っていて、あなたにずっと待っていて欲しかっただけ、吸い込まれるような時間が、悪いのはあなたじゃなくて、私だから、あなたに決めさせたから。その通りの人やけど、これじゃ大西ゆかりが売れへんねん。かわいそう。何もできなかったなんて思わないでいて、でも何かできたなんて思わないでくれる、もう言わないで帰ることなら、さよならならここでも始まっているから。あなたにずっと待っていて欲しかっただけ、吸い込まれるような時間が、悪いのはあなたじゃなくて、私だから、あなたに決めさせたから。大切な気持ちも汚されたくない、祈りめいた、それは誰をも汚したくない、それはあなたを苦しめないでいて。あなたにずっと待っていて欲しかっただけ、吸い込まれるような時間が、あ、こっちだったかな、悪いのはあなたじゃなくて、私だから、あなたに決めさせたから。ボツやって。